このシートの下がもうこんな感じで収納庫になってるんだ。これはいいっすね。パカってこうやって開ける。あーで、ここもここもこうやって開くとかなり荷物の出し入れがしやすいと。ミリミリランド、はい、ドリーム AT さんのウォーク見ていきましょう。タイプ C、 はい、こちら日産キャラバンがベースのバンコンです。ウォーク、日産キャラバンベースのウォークタイプ C、 6人乗車の3人就寝です。キャラバン標準幅がベースですね。パートタイム4からだと528万円で、こちらはガソリンだと457万円。装備とかいろいろね、違いがあるんでしょうね。ハイエースもいいけど、日産キャラバンもね、なかなかワイルドでかっこいいですね。2人旅におすすめということです。後ろに回ってきますと、はい、ここに外部電源の取り入れ口があります。で、後ろからズドーンって見るとこんな感じ。かなりね、広いですね、車内が。で、ここが、これなんだろう、収納ですね。かなり大きい収納庫になってます。この家具の質感もいいですね。で、あ、このシートの下がもうこんな感じで収納庫になってるんだ。これはいいっすね。パカってこうやって開ける。あーで、ここもここもこうやって開くとかなり荷物の出し入れがしやすいと。なるほどなるほど。で、この字のリビングスペースになってます。マックスファンとか手動式ステップとか、あとスタッドレスタイヤ、ブリヂストンダンロップ、あとはサブバッテリー増設、 FF ヒーター、バッテリー残量計とか、インバータ、外部入力電源、いろいろ付けられるんですね。テレビキット、フリップダウンモニターセット、ソーラーパネル、サイドオーニング、マルチパーパスビークル。どっちかっていうと、こういうこれもで、ここから入ってって、これが傘立てになってるのかな。で、ここね、持ちやすいグリップがあります。で、これが下駄箱みたいな感じで、台があります。で、正面には冷蔵庫があって、シンクがあって、これがね、コントロールパネルで、あとコンセントとソケットで、これじゃああれかな、ちょっと中入ってみよう。はい、給排水タンクが入ってます。で、シンクとシャワーで、結構ね、収納棚が充実してますね。この家具がね、家具の質感がいいっすね。収納扉で、ここが、跳ね上げ式になってます。で、こんな感じ、ベッド展開するとかなり広いフラットなスペースになります。ムルムルランド、はい、ドリーム AT さんのウォークなんですけども、ウォークね、いろんなタイプがあります。で、今回見たのはこちらウォークタイプ C で、ベースが日産キャラバンですね、 NV350、 こちらがベースのウォーク。はい、標準幅はダブルベッドサイズで、ワイド幅はクイーンベッドサイズ。このね、標準幅かな、ワイド幅かっていう2つのタイプから選べます。で、さらに収納スペースもビッグサイズ、ゆったりとした室内空間でとっておきの時間をということですね。で、あとですね、この形状なんですけど、中の、この字トランクタイプっていうのと、ここがですね、こうこの字になってる、
このタイプと、あと折りたたみ式マットタイプ、ここの座席がこういうふうにね、折りたたみができるっていう、この2つのタイプから選ぶことができるようになってます。で、はい、キャラバンのスーパーロング標準ハイルーフっていうのと、スーパーロングワイドハイルーフっていうのがありまして、標準ハイルーフは高さがですね、高さはどっちも一緒ですね、2285で、長さが、標準の場合は5080で、幅が1695、それに対してワイドの方は長さが5230で、幅が1880なので、まあ、ハイエースのスーパーロングに似てますね。まあ、スーパーロングよりはちょっと短いですけども、はい、大体そんな感じで、駐車場がね、大体 2m×5m っていうのが標準の駐車場のスペースなんですけども、標準でもちょこっとね、まあ、8センチ飛び出てるんですけど、まあ、標準の方はだいたい普通の駐車場のスペースに収まるんですけど、スーパーロングワイドハイルーフの方になると23センチはみ出ます、はい、なので、まあ、その辺どっちを取るかですよね。標準ハイルーフの方は、まあ、スリムなので狭い道でも走れる、そして、まあ、駐車場スペースにもあまり困ることはないと。だけどワイドハイルーフになると狭い道はちょっとね難しくなると思います。ただその代わり室内空間は広くなると。なので、まあ、ここどっちを取るか、まあ、ここで多分皆さんねいろいろ悩まれるかと思いますけども、あとは、はい、折りたたみマットタイプと、あとはトランクタイプですね、はい、ここをどうするか。後部のマット形状は2つのタイプから選べますと。乗車定員が6名で、就寝定員が3名で、8ナンバー登録、はい、これはキャンピングカー仕様になってます。で、主要装備ということで、はい、こちらはね、コの字タイプですね。この字タイプは、はい、本当にこのコの字、広々した空間で、ここにね、あのシンクがあってキッチンスペースになってるので、ここで調理してこっちですぐ食事ができる。で、ちょっと疲れたらここにゴロンって横になってくつろぐこともできると。で、周りはねちゃんと、カーテンもついてるので、寝るときはカーテン閉めてプライベート空間がしっかりと確保されるようになってます。で、このテーブルですね、これ外して、この背もたれのこの部分のマットを中央にここにですね乗せることによって、こんな感じでですね広いベッド空間になります。で、両脇に家具とかがないので、かなりねここ広いですよね。開放感のあるベッドスペースになってるんじゃないかなと。で、あとはシャワーヘッド付きのシンクがあって、で、ここにね冷蔵庫があるから、はい、冷蔵庫から食材を取り出して、ここで料理して、ここで洗い物をしてというねキッチンスペースになってます。で、あとね、これが折りたたみタイプなんですけども、ここ折りたたむことによって大きな荷物とか背の高い荷物とか、あと長物ですね、そういうのも入れることができるよと。で、あとリア大型キャビネット、ここですね、上もここも、キャビネットになっているので荷物入れておくことができます。で、あとは、ルーフキャビネット、これがね結構充実しているので、ここに寝袋だとか毛布とか着替えとかね、そういう荷物をですねここにたくさん入れておくことができます。で、あとはね49リットルの横扉式冷蔵庫、はい、49リットルだからね結構いろいろ物が入りますね。で、収納スペースですね、シートをパカって起こしてあげると、この下に荷物を入れておくことができます。そして下層部の主要装備なんですけども、はい、走行充電とサブバッテリーで、例として105アンペアの容量タイプ2個までが増設可能となってます。で、冷蔵庫とシート下収納、あと給排水タンクがあって、あと LED のライトですね、こちら180度回転するので手元もバッチリ照らしてくれますと。で、あとは6連スイッチ、コントロールパネルですね、そしてコンセントとソケットがあります。
で着脱式テーブルの収納時、ちゃんとねこのテーブル外した時にここに収めておくスペースがあります。でテーブル使う時は真ん中にセットして、でベッド展開した状態でもこのテーブルですね立てておくことができます。なので、まあ、ちゃぶ台みたいな感じでね使うこともできると。なのでこの状態で例えばねもうね寝る状態をセットして、ここでちょっとねお酒飲んだりとかっていうのもできます。で眠くなったらそのまま寝ちゃうみたいなこともできますね。であとはですね、手すり&オープンボックスっていうこの手すりがあることによってこの乗るときとか降りるときとかですね楽になります。でオープンボックスなのでここを下駄箱としても使えますよと。であとシーリングライト、LED のシーリングライトで節電も OK と。であとは外部電源ですね、AC100V の外部入力コンセント、はい、これがついてます。その他にオプションとしてリアスピーカー、であとはテレビキットだとかフリップダウンモニターセット、あとは MAX ファンですね、あと FF ヒーター、そしてソーラーパネル、チャージコントローラー付き、とサイドオーニング、バッテリー残量計とローボルトセキュリティ、インバーター、外部入力充電装置、あとは 100V コンセント追加、リアパーテーションロッド、左後部ルーフキャビネット、さらに収納量アップっていうね、まあ、こういうオプションも付けることができます。あとね、ドリーム AT さんはこの内装色、シート生地とかがね、これがすごいバリエーション豊富なんですよね。なので、まあ、好みに応じて選ぶことができると。あとはクッションフロアもいろんなね、色がありますので、まあ、これも好きな色を選ぶことができる。あとは家具もですね、家具の色も選ぶことができると。さらにはカーテンもですね、カーテンも、はい、この柄色から選ぶことができるということで、でやっぱりねキャンピングカーってこの内装の、シート生地とかですね、そういうの色が違うだけで全然雰囲気がガラッと違ってきますので、自分好みの自分仕様のキャンピングカーを作れるっていうのが、まあ、ここがね一つ大きなポイントなんじゃないかなというふうに思います。というわけでですね、ウォークタイプ C 日産キャラバンベース見てきましたけども、さらにもっと詳しく見てみたいぞという方はドリーム AT さんのページでじっくりとご覧ください。